こんにちは、自然を加工チャンネルのくにこです。今日は水筆のレビューをしたいと思います。いつも使っているのはこのクレタケの水筆ペンミニサイズっていうのを使っています。なぜならこのケースにですね、このクレタケフィスのケースに、入るのがこのミニサイズだからなんですよね。でも間違えてこの間、この水筆ペンのチューっていうのを買ってしまって、で、これ長さ的に全然入らないので、まあこれは自宅用に使うことにしました。これは予備で買ってあるやつです。で、気になったのがこの水筆ペンの平筆、ちょっと大きなこう空を描いたり、最初に私黄色をつけることが多いんですけど、その黄色を塗るときにこのミニサイズだとちょっと小さい時があるので。ちょっと気になってこれは買ってみました。あとこれは、なんかこの、うまげ仕様っていうのがちょっと気になって、これらは全部ナイロンの、お先がナイロンなんですけど、これは、うまげ、天然のうまげっていうことで、これが、名村さんの水筆が気になって、買ってみました。これも先は一緒なので出さずにこれを使っていきます。で、これキャップを、これなんか他のステッドラーかなんかのキャップだったんですけど、白と赤で分けているのは、なるだけこっちを黄色とか赤とか、その辺の色に使って、こっちが青っぽい色に使うような感じにして分けています。あまり意味はないかもしれないんですけど、分けています。で、この平筆の方にまず水を入れていきます。これはスポイトみたいなタイプですね。これ反対ですね。反対向き。あ、これスポイトタイプ。スポイトで入れるタイプ。あ、まあ水道で入れてもいいですよね、別に。反対向きです。まっすぐ。私が好きなこのリセーブルの筆にとはちょっと違うかな。似てるような似てないような。ちょっとね、やっぱナイロンと違う感じかな。これはもう先に入れてあります。このプッシュっていうところを押すと水が出てくる仕組みです。押すと、またこうしても出てくるけど。こんな感じですね。
それでとっても大事なのが、用意するのが、なんかこう、ティッシュとか、キッチンペーパーとか、私はこの T シャツをカットしたのを使ってるんですけど、あとはこの、これをよ、外で書くときにはこれを手につけて、で、スケッチブックを持って、ここで水を拭うように感じにしています。うん。まあ、こう持ってやることもあるんですけど、まあ立って書くときは特にスケッチブックを持っちゃうので、やっぱここにあった方が、絵の具はこれをスケッチブックにつけてるので、ここから取って、ここで水気を拭いて塗るみたいな感じになっています。まあ、普通の筆も水を拭う、水水分を調整するのがすごく、水彩では大事なのかなって思います。で、まあ普通はこんな風に筆に水をつけてこうやるんですけど、ここに、プッシュっていうところを押すと水が出てくるので、このパレットの中で混ぜて、るんですね。で、もし水をいっぱい出しすぎてしまった時にはこのまま塗るとベタッとなるので、これで一回拭ってきれいにしてからまた絵の具を取って塗るっていう風にするといいと思いますですね。で、まあこれはいつも使ってるミニ、クレタケのミニのの筆の大きさですよね。これは曲げだとどうなる？かすれるのが早いですね。なるほど。かすれたのを塗りたいときにいいのかもしれない。そして、欲しいと思っていた、この、あれあれ？やっぱり広い面の空とか描くにはいいのかもしれないですね。そしてなんかこれさらにここが取れるようにパーツが取れるって書いてた。あ、取れた。あ、いいですねこれ。まあでも私のスケッチブックそんなに大きくないからこんなに広い面を塗ることはあんまりないんだけど。
いいと思います。これは一本、カバンに入れておいて、で、何か大きいところを塗りたいところ、時に使おうかなって思ってます。うん。いいんじゃないでしょうか。最後にですね、水筆を使って水彩を描く練習をちょっとしていきたいと思います。最初に鉛筆で下書きをしていきます。これはですね、コスモス畑と、中央に、木がある、工場にかかってた、仕事場にかかってたカレンダーの写真を見ながら書いています。ちょっとちょうど良い青空と、木の部分を馬毛を使って描こうっていう風に思っています。はい、では色を空の色を最初に塗っていくんですけど、バッグに全体的に何も色を塗らずにただ水をのせていきました。でその後に、水色をセルリアンブルーをの、しています。この紙もあんまり水彩紙ではないのであんまり重ねられないですね。ちょっとヨレヨレになってしまうので、なので、割と少しだけ塗っています。で、今度は緑ですね。花以外の部分をつけて色をつけていっています。まあ、この水筆はいつも使ってるやつなので割と慣れてますね。はい、で、これが今回使いたかった馬毛、穂先の部分が馬毛になっている南村さんの水筆です。これ木を描くのにちょうどいいんじゃないかなって思います。穂先がですね、ちょっとかすれが結構うまく描けるような気がします。でいつものまた水筆で、花の部分を塗っています。ちょうど秋らしいコスモスの写真だったので、まあ円形はあんまりはっきり描かずに、前形には大きく描いているような感じですね。はい、もう一回平筆の方で空を塗っています。次にこれは色鉛筆で木の幹を、水彩色鉛筆で木の幹を描きました。あとは、水彩色鉛筆でコスモスの花の中心部分を塗って仕上げていきます。こんな感じですね。今回買った水筆はカバンの中に入れておいて必要に応じて使っていきたいと思っています。今回買った水筆はだいたい400円から600円ぐらいの値段だったんですけど、まあ100均のセリアさんもダイソーさんも、水筆があると思うので、最初にそれを使ってみるのもいいかなって思います。まあナイロンなのでそんなには変わらないと思うんですけど、私はクレタ系の、
水筆が、まあ、自分には一番合っていたかなっていうふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた。